アイテム番号 SCP-227JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。 SCP-227JP は壁に遮音加工を施した窓のない標準的人型収容セルに収容されています。収容室は常に1人以上の職員が監視を行います。担当職員は事前に担当研究員による指導を受けてください。週に一度 SCP-227JP による影響を検査します。影響が見られた場合、任意でクラス B 記憶処理を受けることができます。書物、映像作品等を除く物資は職員の判断で与えてください。キャラクターが描かれている場合は事前の検査が必要です。現在収容室内に配置されている書物は実験により問題がないと判明されたものですが、1日1回変化の有無を確認してください。毎日3時間白井博士、杉内博士多数名による学習とセラピーが行われます。また実験は担当研究員の許可のもと、週に1回までとします。実験後は SCP-227JP に対してセラピーを言ってください。実験の生成物は低危険度書類用の書庫に保管します。閲覧にはレベル2以上のセキュリティクリアランスが必要です。説明。SCP-227JP は、蔡の日本人女性です。複数の精神疾患の兆候が見られますが、身体的には標準的な人間と差異はありません。SCP-227JP は自身が認識した創作物の内容を変化させます。この変化は SCP-227JP の意思とは無関係に発生し、いかなる媒体に対しても効果があります。基本的には創作物を実際に見る、ないし読むことにより発生しますが、SCP-227JP の持つ知識により表紙や題名で判断できる場合は、それを見た時点で内容が書き換えられます。口述等で人物が直接 SCP-227JP に創作物を伝える場合、その人物の記憶が書き換えられます。変化は多くの場合暴力的、反社会的なもので、結果として SCP-227JP の人格形成にいくらかの影響が見られます。SCP-227JP による変化はフィクションのみに作用します。ここには嘘や例え話なども含まれるようです。創作物に事実が含まれている場合その部分は変化せず、全体としてある程度の整合性を保つように変換されます。SCP-227JP は、県、市の保育所に対して奇妙な苦情が寄せられていたことでその存在が発覚しました。保育所の職員、絵本、ビデオ等、ほぼ全てが SCP-227JP の影響を受けていました。関係者には記憶処置を施し影響を受けた物品は検査の後処分されました。SCP-227JP の両親にも記憶処置が施され、SCP-227JP は事故により死亡したことになっています。日付20/3/11。サンプル、桃太郎の絵本一冊。結果、成長した桃太郎は老夫婦を殺害し、お供も登場次第殺害します。最終的に鬼と結託し、ムラムラを襲撃します。日付20/3/21。サンプル、桃太郎の絵本一冊。結果、おばあさんは桃太郎を桃ごと叩き切り、殺害しました。以降のページは死体を、削除済み。メモ、同じ本であっても変換される内容は変化するようだ。日付20/6/8。サンプル、数種類の動物を撮った写真集一冊。結果、変化なし。メモ、SCP-227JP の収容室に配置します。日付20/7/12。サンプル、桃太郎、B116 による口述。B116 が内容を知っていることは確認済み。結果、桃太郎は道中現れたお供と、削除済み、しました。B。
116は最初わずかに混乱の表情を見せましたが、それ以降は言い淀むことなく、おそらくは、物語の最後まで語りました。実験後 D116 に本来の物語を伝えると初めて聞く内容であると答えました。追記後の実験で D116 に本来の内容を覚えさせることができました。物語に関する記憶は書き換えられますが、新しく覚え直すことはできるようです。日付20、9、7。サンプル、学習漫画1冊、野口英世について書かれている。結果、大筋の変化はなかったがセリフにバリ雑言が混ざり、背景の人物が削除済み。日付20、9、30。サンプル、レベル2職員。絵のインタビューを漫画化したもの、脚色はせずすべて正確に描写、結果、削除済み、に関する回答のみ変換、それ以外に変化は見られなかった、この件については口外しないから安心しなさい、博士。日付20、11、14、サンプル、幼児向けアニメの映像、無線による配信でありコントロールとして別室にも同じ映像を放映。結果、別室も含め映像が変化した。検査の結果映像ファイル自体が変換されていた。メモ、親の教育方針だったのかは不明だが、収容以前にテレビ放送が汚染されなかったのは奇跡に近いな。日付20、11、27。サンプル、学習漫画5冊、日本神話について書かれている。結果、全体的に大きく変化したが5冊すべてにおいて、削除済み、と、削除済み、については変化しなかった。メモ、あの部分が事実だとすると少なくとも、我々の知らない超常的な何かが存在することになる。日付20、12、5。サンプル、SCP の起源を漫画化したもの、いくつかのパターンを用意し全部で、札、結果、札すべてが変化した。メモ、変化前の漫画の写しはセクターの休憩室に保管してあります。新たなアイデアを思いついた場合は杉内博士に報告してください。日付20、12、22。サンプル、D276 の予定を漫画化したもの。変化が起こった場合は可能な限り変化に沿って、変化が起こらなかった場合は予定を変更する。結果、削除済み。